受け取ったデザイナーさんが S さんこういうの好きなんとか思いながら書くってことですよ。僕は欲望のままに書いたっていうわけじゃないんですよ。あるんですよね、こう。そうですね。他にはない特徴みたいな。あ、でしょ？通常時書くんでしょ？ああ、それですね。資料みたいなの出していただけるんですか？その絵コンテをいくつか持ってきたんですけど、まあ、ただあれですよね、この絵コンテの前にもあるんだよね、もう一段階手前のものが、はい、そうですね、まあ、フローを私が作るんですけれども、何秒のリーチを作ろうっていうのが決まるんですね。30秒のリーチだとしたら最初の3秒でタイトルとか、アニメで言うとカット割りみたいなことってあるんですけど、まあ、これ言ったらまずマッサージ室みたいなところって僕はもう絵描けないんで、字コンテだよね。そう、字コンテですね。絵コンテの前に字で説明するってことだよね。 字でこう、 こういうシーンで、はい、客がこういてっていうのを書いて、でそれをあのデザイナーのところに持ってって、ちょっとこの字で絵描いてよって言って、 S さんの説明をもとにデザイナーの方は絵を起こしていくってことですね。絵を起こしてで OK とか、ここをこういうイメージだからもうちょっとこうしてくださいっていう感じで何回かやり取りして、この絵コンテが出来上がるっていう形ですね。これはもう本当に冒頭から S さんがイメージしていたものがちょっとずつこう現物になっていくというか、僕はこれ作りたくてしょうがないみたいなのに言うのやめてもらいたいんですよね。これ自己ん手であれですか、その女性が失望されてもらえてるような表情でみたいなことを書くってことですか？だからそう、そういうことになるんですよ。若干感動小説みたいな感じにはなるかもしれないね。いや、受け取ったデザイナーさんが S さんこういうの好きなんとか思いながら、ちょっと性癖出ちゃってるか。僕は欲望のままに書いたっていうわけじゃないんですよ。いや、そうなんですけどね。で、この絵コンテが OK になると、今度は次は動きがつくってことなんですかね。今度その尺をこう見るために、あの動き、まあ、V コンテですね、 V コンテっていうのを作るんですけど、映像を作る手前ですね、ここで OK になったら次映像になるんで、ここも重要な部分ですね。まあ、この V コンテで1枚動いてて、で場面が切り替わるみたいなのをワンカットっていうんですけど、そのカットを、じゃあこのカットを何秒にしよう、この今出てるなんかちょっとハーって言ってる秒数を何秒だったらちょうどいい感じなのかっていうのを調整するのがこの V コンテなんですね。まあ、でもここでその本当に短すぎて声とか入らないってなると、今度ボイス収録があるんですけど、撮ってきた音と合わないってなると本当に大変なことになるんで、ちゃんとここで尺をチェックしないといけないっていう。完成した足つぼマッサージリーチの映像がこちら。本当にさっきのやつとまんまだね。うん、すごいですね。で、まあ、パチンコとしてのあの当落の間とかもあの V コンテで調整したりとか。ああ、そうですね。でこれに発展する前のなんか3人が映ってとかいうところも演出がないとブラックアウトしちゃうんで、そこも演出考えなきゃいけないし、分岐のところですね。そうですね、全部考えなきゃいけなくて、なんかこう S さんの性癖見てるようでちょっとこっちが恥ずかしくなっちゃうね。そういう感じなんですか。頭の中をこうね、表現するようなことだから、すごい大変だなって、こう大変そうだなと思ってたんで。表現者ですからね。表現者じゃない。あともう一
構通常時のスーパーリーチのコンテ V コンテも持ってきたんで、ちょっと見てみますかね。基本的に通常時のスーパーリーチって、まあ、そんなに数は多くないんだよね。各モードに1本しかない、まさにその1本なんですけど、ちょっと話しとれちゃいますけど、これあれだよね、結構話し合って意見割れたとこでスーパーリーチのフローをこう考えて S さんが考えるんですけど、でどうですかってこうメンバーに見せるんですよね。でも自分こう見た時にちょっとあまりにもちょっとリーチの数とか少なくないかみたいな、はい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 、思い出したでしょ。それは言われました。そう、それでもっとこうね、リーチの増やして、ここのラインも増やしてとかいろいろ提案したんですけど、まあ、結局、ね、そうやってどん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 こうボリューム増やしていったところで、パチンコとしての厚さっていうのはどんどん分かんなくなっていくし、コストの方もどんどんかかる。じゃあ自分もエスさんに乗っかろうと思いまして。これもう何年も前の企画なんで、その頃はもうめちゃくちゃ演出があったりとか、リーチの数がめちゃくちゃ多かったりとかいう時代だったんで、やっぱりそういう反応だったんですけど、まあ、自分としてはちょっともう演出が多すぎてきついなって、やっぱいらないんじゃないのっていう話を、まあ、して何度かこのフローのまま行かせていただいたんですけど、最初はこの機会も賑やかに賑やかにって風な方向で、もう前編とだるま喋ってましたよね。最初は喋ってました。わーわーわーって前編と喋ってて、それでね、ある時振り上げパッと切ってね、おとなしくして、黙らせたの。黙らせた。そしたらなんか良くなっちゃって。まあ、このリーチなんてまさにこのパチンコのストーリーの最初の部分というか、ちょっと寂れた銭湯を、まあ、ちょっと大きく繁盛させていこうみたいな全体の流れのストーリーにしたんですよね。まあ、まずそのストーリーがないと演出が作れないんで、飛び込んでだけでも何喋ってるのかっていうのが伝わってきますもんね。こういうのがまあ見て伝わるっていうのはあのデザイナーの力なんですよね。デザイナーさんに僕は文字で頼んでるんで、それがこの絵で出てくると本当に他の人にも伝えやすいし助かるんですよね。これでOK が出て同様に V コンテですね。はい、カットインの表示時間5秒って書いてありますけど、ここでカットイン出すよっていう指示ですね。ここそうですね、この上に図柄が乗っちゃうんで、あんまりこの図柄の後ろの絵って実際実機で見れないかったりするんですけど、銀コインが最後にニヤってしてるんですよ実は。あの気持ちよく負けていたっていうか、葉っぱかけて帰っていったみたいなストーリーなんですよ本当は。完成した大浴場スペシャルリーチの映像がこちら。風呂系の話をしてるじゃないか。45度は熱すぎますよね。これじゃあ VR の動きを意識して。この横が K さんが作ってますからね。だるまの目が、ヤクモトのだるまの目がシンクロしてます。爆発したら熱いっていうね。そうで、これで開いて一応盤面全体がだるまになるみたいなイメージでヤクモトは作成してますね。これが最近のコンテナとこですね。だるまと信号さん。だるまと信号なんだね。それもうピンポイントに狙いにしてる。でもこういう細かい表情とかデザイナーさんがもうやってくれてるんで、本当に腕ですよね、デザイナーさん。いいですか、売上は右肩下がり、将来展望もないお客様にはこれ以上ご融資できません。当方も自然事業ではありません。こうやってちょっとずつ押してったりとかもしてるんですけど、そういうのはVコンテとかにも書いてないですから、V コンテでも分かんないんですけど、その先の本番にした時にこういう動きがちょっとついてきてより良くなってるっていう。絵コンテの時よりちょっと引きでしたね。あの引きっていうか小さいというか、だから表情まで見えなかったですね。
まあでもあの人は別に主人公じゃないんで、あのくらいに結果なったんでしょうね。そして続いては気になるスペックについて。一体どんな性能を持った台になったのか。大当たり確率が約225分の1の、突破型の ST になってます。大当たり後のチャンスタイム100回で当たれば ST 突入、 ST は70回で引き戻し率が 45.9%、 高確率は30分の1、 ST 継続率は約 91% となっておりまして、1回の最大出玉は約1050個という感じのスペックです。今スペックだけこう聞いた数値とかだけですと、まあ、本当に突破型の、まあ、高継続タイプかなっていうところだと思うんですけども、でもなんかあるんですよね、こう他にはない特徴みたいなもの。あ、でしょ、通常時確認です。あ、それ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 です。ちょっとそこを詳しく教えてもらっていいですか。まあ、簡単に言うと大当たり以外でラッシュに突入するルートがいろいろありますよっていうことになります。特にあれですよね、突破型なので C 時短っていう時短がついてもそこはまあチャンスゾーンというか、突破型って時短中にもう一回大当たりを引ければラッシュに突入するっていうタイプなので、まあ、C 時短っていうのをつけると、まあ、割とすんなりフローとして落とし込めるんじゃないかっていうのがあるんですね。まずチャンスゾーンというか C 時短が2種類持ってまして、まあ、一つは突サポって呼んでるんですけども、突然時短ってやつですね。まあ、演出の中で中津川に回数検図柄っていうのを停止した後に大当たりを経由せず時短回数が50回、120回、240回、500回という風に、まあ、どれかに選ばれまして、その後この時短で引き戻せば ST 突入っていうのが一つで、もう一つが突チャンスゾーンって言いまして、ユーザーの人から見ると時短状態には見えない状態、20回転続きます。でこの間に大当たりするとさらにもう一回大当たりが保証された上に ST に突入すると、まあ、保証というか1万回自体になるんで、まあほぼほぼ当たるでしょうっていうその熱いゾーンがついてます。それをその、まあ、合算しますとだいたい99分の1で何かしらのチャンスゾーンに入るっていうことになるんで、まあ、アマデジを打つ感覚で座っていただいたら何かしらチャンスを置きますよっていうところもあるんで、まあお気軽に座っていただければなっていう。もっと言うとこの突サポ突入率が1279分の1なんですよ。でこの、まあ、スペック表を見た時にみんな言うんですよ、その1279なんか引けないって。いやそうなんですけど、これを搭載した理由っていうのがそもそもその突破型なんで突破してなんぼなんですよ。だから初回の当たりの出玉がたとえ少なかったとしても突破した時の恩恵がでかければ打ってくれるんじゃないのっていう考えから、大当たりって最低2ラウンド出さなきゃいけないんですよ、出玉を。で2ラウンド分の出玉もらってもどうしていいのかわからないみたいな感じで、じゃあむしろ0ラウンドで時短つけてそこをチャンスゾーンにして、本当は4ラウンド分出すはずだった出玉をラッシュの恩恵に持っていこうっていうのが元々の考えなんですよ。これ本当は大当たり 225.98 分の1で突サポ1279分の1なんですけど、イメージしてたのはこれ合算して194分の1で 85% が4ラウンド、15% が0ラウンド時短っていう突破型の台なんですよ。体感で言うとそうなんです。なので大当たり確率が今225になってますけど、実際右打ちが発生する確率でいうと194分の1なんですよね。ライトミドルの感覚で右打ちが発生する、200を切るライトミドルとして、まあ、作ってるというか、そのスペック表ちゃんと出さなきゃいけないんで、まあ、歯がゆいんですよ。本当は194って書きたいんですよ。本当は194と0ラウンドが 15% あるっていうのをでやりたいんですけど、円グラフがうまく作れないっていうそう、そういう理由なんですか。だから開発スペックを作った人間としては、まあ、そういう意図でこの突サポっていうのを入れてるんですね。突チャンスゾーンっていうのは新しいことなんで、ちょっと挑戦してみて入れて見たっていう感じなんですけど、まあ、そういった意味で通常時革命っていう風に言わせていただいてるっていう、パチンコの新しい遊び方を体験できそうで、僕はすごい楽しみですね、これ見ると。確かにいろんな反則ムービーとか機種紹介ムービーで
通常時革命だって言わせてもらってるんですけど、この機種の本当のポイントは実はそこじゃなくて、やっぱり ST 中の爽快感だったりそのスピード感だったり、まあ、そういったところだと思うんですね。最近スピードが速いのって当たり前じゃないですか。でその状況の中でスピードだけじゃなくて、例えば、まあ、ST 中のリーチも短くサクッと即当たりして気づいたらもうアタッカーが空いてるとか、まあ、そういったその体感する部分のスピード感だったり ST70 の その緊張感だったり、うん、パチンコとしての基礎の部分って意外とできてないことも多くて、そういうところの爽快感っていうのはこの機種は一番打ってて楽しいとこかな、まあ、それがあっての通常時革命っていう。なんでぜひともやっぱり一回ラッシュまで頑張ってもらいたい。そうですね、はい、体感してもらいたいですよね。打つ楽しさというか、ただの大当たりだけじゃなくて他のところでも楽しみ方ちゃんとあるなっていうのがよくわかりますよね。そうですね。それでは本日は開発から K さんでした、本当にありがとうございました。ありがとうございます。この開発の、熱いこだわりの詰まった最新機種ダルマッシュ2なんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。全国導入はですね7月4日から順次というふうになっておりますので、ぜひ、全国のホールで、お楽しみください。それではまた次回お会いしましょう。バイ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 